はい、毎日学習会の林です。合格者のまこです。よろしくお願いします。今日は、SLC に合格するには合格者の勉強法を丸パクリせよという話をしたいと思います。よろしくお願いします。すごく思うのが、まこさんとかも多分実際 SLC 合格した後にこうその不合格した子、不合格だった子からこう勉強の相談とか受けることってすごく多いと思うんですよ。はい、で不合格だった子からこう勉強の相談とか受けてて、こうなんか自分なりに思うこととかってあります？勉強量が足りないのかなって思って。勉強量が足りない、なんか意識が高い、多分本人はすごい努力してるだろうし、でもそれ以上に多分努力してる人ってたくさんいると思ってて、やっぱなんだろう、誰にも負けないようななんか量をこなすというか、それが大事なのかなって思ったり。なるほどね。一言で言うとね、やっぱりこう努力足んないんですよね。で足んないんだけど、で努力が足んなくなる理由って何なのかっていうことを考えるときに、私YouTube とかやってもすごい気づいたのが、ね、不合格になる人ってまあ俺とかまこさんとかが言ったことを勝手にこう自分の頭の中で書き換えて落とし込んじゃう癖がある。そのままやんない。私よく言うのが、その SLC 受かりたいなったら、ちょっと英語力があんまない人であれば、まず雲の中学英文法とかやって、その後雲のハイレベル中学英文法やって、で、それぐらいまでできたら今度 DIO 3.0 を暗唱しながら、今度高校の、キーハイルも関先生でも何でもいいけど、こう、いわゆる英文法の問題集1個やって、あとビジュアル英文解釈とかそういうのやりながら、こう、単語帳はニンガメタリカアカデミック、あと、ちょっとパスタンとか必要だったらパスタンちょっと確認するとかっていうのをやりつつ、こう英文解釈とかそういうのやって過去問やってみたいな話するじゃないですか。こう一通り流れでこうやってお話しするんですけど、でその時になんか不合格になる人って大体よく言うのが、もうちょっと簡単にやる方法ないですかとか、すぐパッとできる方法ないですかとか言うんだけど、その簡単にできたりとかすぐパッとできたら KOSLC、KO 入った人こんな世の中で尊敬されないですよね。塾とかも存在しないじゃん。すぐパーッと入れたらさ、学習塾とかいらないよね。だってすぐパーッとできる商売って基本儲かんないですよ。例えばもう一番分かりやすい例で言うと、コンビニのオーナーとかってさ、結構こう何千万も借金を負わされてさ、一日中働いて全然給料がないみたいな、よくテレビとか出てくるじゃん。あとラーメン屋とかも最近すごい潰れてるっていうね。なんでかって最初に始めるのが比較的楽だからですよ。もちろんラーメンをちゃんと修行するとかって大変なんだけど、うまいラーメンってのは少ないけど、ラーメン屋さんやるだけだったら誰でもできる。うまいラーメンは少ないけどね、うまいラーメンやってみたら繁盛してるじゃないですか。そうじゃないラーメンは繁盛してないじゃないですか。でやっぱりね、誰でもできることっていうのは基本的に儲かんないですよ。で私が SLC とか KO とか行きたい子向けに塾やってて、それにちゃんとやってるっていうのは、逆に言うとそんだけ受かる人って少ないんですよ。落ちる人が多いからです。だから商売として大変だったわけでしょ。そのすぐパーッとできる方法ないですかって言われない？どう相談されたりとかして。そうですね、なんかそこまでやらなきゃいけないんですかみたいな。なんかツイッターとかで言われたりする？インスタとか。でもそんな多くないです。たまに来る？たまに来れてる。なんか動画出るようになってから結構お問い合わせがお問い合わせ下にありますんで、そっちにやっていただければなと思うんですけど、なんかね、その簡単にできる方法ないですかとか、パーッとできる方法ないですかとか、なんか裏技ないですかとかよく言われるんだけど、ないんじゃない？だからね、昔はあったんだけどその人間みたいかちょっと一通り覚えれば6割はいくとかっていう話を私がし始めたら、 SLC この熟語を増やしてきて、人間みたいかだけじゃどうしようもなくなったりとかで、熟語を増やしてきたから、DIO 3.0 だったら熟語も1000個ぐらい載ってるからやるといいですよって話し始めた行動、英検の準1じゃなくて1級のパスタンから結構たくさん出すようにして、でそうするとなんか準1取ってはいいですよって言えなくなったから1級もやらなきゃいけないって話になって、難しいよね。だからこうだんだんこう年々こうさ、こう穴が塞がれていく感じがあるし、実際こう留学経験とかがある子もすごい増えてきてるから、SLC 実際受ける子で、そんなにこう簡単にパーッとできる方法ってないですよね。小論文も同じなんですよ。小論文25年かける2学部解いてくださいって言うと、いや前のやつはもう傾向全然違うから良くないですかとか言う人いるんだけど、結構テーマとしては前のやつから言ったりするんですよね。とかなんかみんなさ、ショートカットしようとしすぎ
で、そのショートカットするのが近道だと思ってるんだけど、それ何浪もしちゃうから結局遠いんですよね。だから結局そのショートカットしないのが一番いいんですよ。うん、あの言われる通りこう丸コピーしてやるのが一番早い。だってそれで3ヶ月ないしは1年とかで受かればそっちの方が早いじゃん。だけどみんなそうしないんだよね。思うでしょ、うん、一番ガツガツ勉強するのが一番近道なんだけど、得てしてみんなそうしないですよね。まこさんなんか自分で相談受けた中で思い出深い一言とかありますか？いや、思い出深い一言、うん、でもなんか言われた通りにやってくれる子もいて、うん、その子はすごい良かったって言ってました。良、うん、かった絵を良かった。なるほどね。絵をの相談まこさんにしてもあったりはするけど、まあうちの動画見ていただいてやっていただければなっていうところがあったりとか、あとなんていうのかな、やっぱりすごく思うのは、そう、人から言われた言葉を勝手に書き換えないでほしいっていうのはすごくあるんですよ。私もなんか結構生徒さんとかいたんですけど、林先生あと1年やれば受かるって言ったじゃないですかとか、それ真面目にやったら受かるとは言ったけどさ、その後君ずっと遊んだじゃんみたいな、動画で電話も全然出なかったしみたいなさ、そういう感じの人ってやっぱいるんですよ。で、だからなんかそういうのは結構辛いなっていうのは思いますね。こう言葉がちゃんと伝わらないっていうか、昔はその伝わらないような言葉を言ってる自分が悪いのかなと思ったんだけど、やっぱ見返し見たらちゃんと言ってるから、やっぱそれなんか自分の頭の中で作り変えちゃう子がいるんですよね。作り変えちゃうと結局きついっていう話ですね。作り変えてしまうとなかなかうまくいかないっていうところはやっぱりあると思うので、そこはちょっと考えてやっていく必要は非常にこうあるかなっていうふうには思ったりはします。まあそんなところかな。あとはなんか自分なりに今こういうところちょっときついなとか大変だなとか、なんか悩んだ部分とございますか？いや、とりあえず寮で勝負したんで、寮で勝負したから、はい、もうその合格者のことを言うことをもう丸コピしろっていう今回の話からしたら皆さんもやっぱり寮で勝負するしかない。おすすめです。まこさんはどんな感じでしたか？その寮というのは具体的に言うとどんな感じでした？英語と小論に2年ずつかな、うん、やってて、うん、結構大変だったんですけど、それプラス1日2年ずつだよね、はい、それプラス復習と英単語とみたいな、うん、で本読んだりしなきゃいけないし、2年ずつやったってことはそうすると1ヶ月で一周できるから12月から来たからちょうど3週ぐらいした感じ。あ、でもなんか最初らへんは小論文書くの慣れてなかったんで、うん、1日1問だったんですけど、うん、合宿後ぐらいからすごい慣れてきて、うん、なんか書く時間も減ってきたので、うん、で合宿で一通り一周するから3週はしてないですね。あ、すごいね。うちの合宿は冬の合宿で関係、総合政策を一周して、あと、直前の合宿で環境情報を一周するんで20年分、だからちょうど3週やった感じですね。すごい。だからやっぱり3週ぐらいやると結構普通に合格できるので、で毎日学習会やればその合宿でそれができるようにもまたしてやってますんで、ちょっとしっかりぜひ頑張ってそれはやっていただければなというふうに思うところです。よろしくお願いします。はい、動画見ていただいてありがとうございました。毎日学習会では下の概要欄にあるように、LINE で相談、あと添削無料でできますので、添削の方は10日間無料で添削相談等できますので、ぜひ LINE の方ですね、 LINE アットの方をご登録いただいてやってみていただければなと思います。あとはチャンネル登録もあと高評価もお願いできればなと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。